ミキヤ、声させるか。胸、もう、無理やん。実況が発狂してる。ミキヤの守備が今日もバグってるんだよな。セカンドに忍者がいる安心感やばい。田中の頭超えると思ったらジャンプして取った。セリーグのゴールデングラブ賞争いはくっそ激しいぞ。この守備に何度助けられてるやろな。マジで何点阻止してるのかわからん。感謝してるで。お前がドラゴンズに来てくれて本当に嬉しい。マジで全盛期の荒木に匹敵する守備力。ミキヤはどれだけ俺たちに見せてくれるんだろうか。守備でもジャンボリミッキーしてる。セカンド守備は安心して見てられる。いつもミキヤの方に打球が飛んだら、アウトと確信。アツシは何してんねん。記事を見て思ったことはコメント欄へ、高評価もぜひよろしくお願いします。